こんにちは。超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は農大二高の理科についてお話をしてみようと思います。農二の理科はですね、毎年のように問題数が結構変わってくるんですね。で、ちょっと大問から見ていこうと思うんですが、2019年は、1番が地震、2番が天気、3番が遺伝、4番は消化、5番はイオン、6番が化学変化、7番は力とか浮力、それから、8番は電流です。で、2018年は1番は飽和水蒸気量ですね。で、2番は地層、3番は細胞分裂、4番は化学変化とイオン、5番は化学変化と電流、6番は電流で、7番が仕事と、大問は7個でした。はい、2017年はといいますと、1番は岩石、2番は地震、3番は植物の分類、4番は蒸散、5番は遺伝、6番は身の回りの物質、7番は化学変化、8番は運動とエネルギー、9番は電流ということで、大問が9個でした。2018、2017と大問は8個、7個、9個ということで、毎年違うので、型がなんか決まっているっていう問題ではないんですね。はい。で、出題の、内容ですね、なんですけれども、単語をですね、要を単純にこれは何ですかみたいな感じで聞かれる問題はなくはないですけれども、多くはないですね。はい。なんですけども、聞かれ方として説明の文があって、そこに穴が開いている感じで単語を答えるっていう感じになっていますね。はい。で、あとは問題がちょっと難しいかなと思うのは、実験結果を選択するというふうになっているので、本当に単語を答えるんではなくて、じゃあこれは何で起こったのとか、どういう結果になるのっていうのをちゃんと分かっていないと解くのが難しいかなっていう問題です。で、あと計算がですね、意外と出ていまして、だいたいですね、3分の1から4分の1、だいたい数にして10問前後は計算が出るというふうに思っていただいていいと思います。で、その中にはちょっと知識がないと解くの難しいぞっていうのもあります。例えば、マグニチュードの3と5だと何倍ぐらい違うのとかっていうのはちょっと知らないとできないですよね。そういった問題も出題されています。はい。で、ここ2年の傾向としてなんですけれども、2019年は、力と浮力のところと電流のところで、運動とエネルギーの問題も少し混ぜてきてるんですね。で、2018年は、化学変化のところでイオンや電流を混ぜて問題を作っているんですね。はい。このような形で複数の単元を混ぜて大問を作るというのがここ2年続いている内容になっています。ですので、まずは一つ一つの単元をしっかりできるようにしておくことというのを考えていただくといいのかなと。で、それが過去問とかを使って混ざっても大丈夫だよっていう状態を作れるといいかと思います。はい、今日は農大二高の理科についてお話をいたしました。ありがとうございました。